見て。見て、俺今別室にいるの。別室でメイちゃんが見えるの。見て。メイ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 ちゃん。メイちゃん気づいて。メイちゃん。メイちゃん。見て。見て。あ、メイちゃん気づいた。メイちゃん。メイちゃんよ。難しいな、運転は。メイちゃん。ちょっと見てるけど反応してくれないよ。すごいおとなしく待ってる。メイ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 ちゃん。ちょっとこれ乗り上げてみるか。あーやっぱ行かないか。勢いやっても行けないかな。あー無理だ、やべ、演奏した。今日あっとメイちゃんといて。はい、で今日はね、あのマリオサーキットっていうゲームをちょっと先日、電気屋さんで買いに行って、で今この見えてるマリオのラジコンがあるんだけど、このマリオはねカメラがついてるので、カメラがついてるから家中走り回れるんですけど、あの自分の家を走ってるのが分かるんですよね。それが面白くて、でうちの猫ちゃんもね一応映せるし、まあなんか一緒にドライブしようかなと思って買ったので、まあ、せっかくなのでねちょっとやっていこうかなと思います。でちょっとカーペットがね走れないんだよ。この今別室、自分のあのゲームしてるとこと別室なんですけど、カーペット走れないから一回カーペット取っちゃう。このあのフローリングにするんですけど、ちょっとフローリング汚いからお許しください。とりあえずあのなんかいろいろ物を置いて走れる準備してきます。猫鳴いてる。はい、戻ってきました。この画面で見れるんですけど、なんかマリオ寝てるな。放置したら寝るのか。あーい、ついていく。ゲート1の矢印に行こう。これなんかね、立ててきたんですけど、あ、立てたら出るみたい。でも1とか2とか、あ、すげえ光ってる。ちゃんとゲート光ってるぞ。あ、なるほど。こんな感じなんだ。ゲート1の矢印ここだよね。合ってる？ゲート2がないからつかないのかな。あ、すごいでしょ、これ。で、ゲート1ってどこにあるんだ？あ、一番奥かな？これじゃない？これだよ。もうなんかこれだけですごいわ。なんか猫ちゃんが、猫ちゃんがちょっと来るけど、メイちゃんが。すごいよね、これ。ちょっと今狭いけどさ、もうちょい広くしてやりたいな。なんなら、下の階とか、まあ、一軒家なんですけど、下の階とか上の階とか使ってやってみたい。わあ、危ない。あ、引っかかっちゃった。すごい、マリオカートしてる感覚で、これね、すごいと思ったのがドリフトできるんですよ。行くよ。ほら。あ、ぶつかっちゃった。運転がいたらぶつかっちゃったけど、ドリフトができる。行くよ。行けるかな。あーぐちゃぐちゃ。ちょ、これ邪魔だからさ、もう弾くべ。おお。光ってるのも、弾く。邪魔だから。よし。動かしといて。あー、やばい、事故って動かない。事故って動かない。演奏しちゃった。あ、オッケーオッケーオッケー、動いた。イェーイ。あ、メイちゃん、こんにちは。いや、結局ね、広いところで走るのが面白い。わー、びっくりした。危ない。危ないよ、引いちゃうよ。危なかったよ。ちょっと今、落ちそうになってて可愛かった。これどういう仕組み？すごいよね、これ光ってんの。いや、これすごいよね、光ってるの。本当のマリオみたいなんですけど。うわ、びっくりした。ここにいた、びっくりした。あそこにいたはずなのに。危ない。かわいいな。お部屋で待ってるな、別室から。まだちょっと狭いから、もうちょい広く使いたいんだよね。おぉ。ここにいたか。メイ、メイ、メイ、あ、そっちじゃない。こっちこっち。こっちに俺がいる。マリオの中の人が俺なの。メイ、メイちゃん、こっちだよ。ここに俺がいるの。やばい、隣の部屋から声が聞こえてるから。そっち見ちゃう。メイちゃん、こっちだよ。うわー、ぶつかった。まあ、今日はちょっと試運転でね、少し走らしただけなんですけど、今度ちょっと本格的にステージも作って、あとなんなら何か買ってきて、フィギュアとか買ってきて、並べてそこ走らせたいなと思います。ぶつかってる、ぶつかってる。うわぁ！うわぁ！怒ってはないよな、これ。そんな、いつの痛くなかったでしょ。
中に入るか。生まれてる。めいちゃん。めいちゃん。